はい、どうも皆さんこんばんは。戦国無双真田丸続きからやってきます設楽原の戦い、いきたいと思います。勝頼が、やたら勝ち気になっているというところでいきましょうか。信長の援軍が来たというところですね。で設楽原の戦い、勝頼の体力回復の、次の一手が手に入りまして、がぜん楽になるんじゃないかなと思います。勝頼の敗走がね、一番の敗北の一番危機感ありますからね。そこに勝頼さえなんとか生き延びてくれれば勝てる。これやたら息巻いてる。本当に昔はこんなやつじゃなかったんですよこいつ。本当にまあ新速技でねサクサクっといきましょう。この辺は新速技って攻撃力低いね。まあ当然ですけど、まあでも歩きながらいけるんでいいっちゃいいですけど、歩くより下手したら速いぐらいのスピードでいけますからね。あと敵が寝返ってきたんですね、佐久間ってやつが。おそらく罠でしょうということです。完全に見え見えの罠なんですけど、勝頼は信用してしまっているんでしょうか。あと投げ技ともう一個チャージ技覚えてきました。34567これですね。突進、動画1本につき1つチャージ技、新しいのを覚えよう的なものをコンセプトでやっております。まあ、無理なら無理でしょうがないんですけど、1234567これドドドドドボーンと使いにくいね。56この投げ技の方がいいですね。タイマンは12、うわ流しの鉄砲隊か。例の味方が装填してる時に後ろに切り替えてみたいなやつでしょ。半蔵撃破ですね。とりあえずん織田信長と家康の撃破ですか。忍者隊長撃破で、あと1人か。忍者隊長あと1人で、さらに出現。ミッション完了ですね。忍者隊長どこだ。いたいたいた。はい、ミッション完了です。こうやってミッションをね、完了していくことにより、経験点も貯めて、でさらに戦いも有利に進めていくと。やはりおびき寄せられたか。で次の相手は逆からは回りますか。一刻も早く勝頼様の元へ向かねば。そうですね。じゃあ下から回っていきましょう。もう空いてないんでね。奪うのがお仕事なんです。あ、拾うか。泥棒なのかなと思ったな、あの子。あの子頭おかしいのかなって一瞬思いましたね。あ、奪う、城を奪うってことですね。こいつ速攻倒して勝頼の元戻らないと勝頼死にますよ。うわ、また鉄砲。いちいちイベントいいですね。いちいちイベントいらないですね。人が死ぬたびにあのムービーいらないですね。そう、こいつら速攻倒して戻ろう。敵が寝返ったみたいな。あれ信じたんですか勝頼って。これが強いんですね。この5を対応していきましょうか。あんま一つの技対応するのよくないんですけど、これがでも一番威力ありますね。まあいろんな技使ってた方がいいですね。でも飽きると思うんで。 OK 速攻いきましょう勝頼の元へ。急げ急げ。うま武田は死の中に閉じ込められた。こっちだ、こっちから行くか。勝頼様がおられる限り。勝頼ってこの戦い生きて帰るんでしたっけ、死ぬんでしたっけ。そ。敵しかいない。ちょっと急いで戻ろう、本当に。忠勝にお任せあれで。忠勝奮起。マジかよ。信長撃破か。きつすぎるでしょ、策なしで忠勝って。協力し忠勝を撃破せよ。マジか、やるしかないのか。じゃあ、あ、また誰か死んだ。これ出た、死んだんですよね、忠勝。じゃあやるしかないのか、これ。あ、いるな、ミッション。お、今チャンス。体力回復してから忠勝叩きに行きましょう。勝頼じゃ忠勝ないときついっしょ。これが強いんですよね、ひるました後の連続攻撃。これが強いんですよ。待て待て待て、俺が相手しよう。本田忠勝、本田平八郎忠勝、藤岡弘、4、5。あ、使えないのか、忠勝には。あ、武将いっぱいいるな。無双で一気に片付けます。マジか、うわマジか、なんか食らった、無双食らった。ちょっと強い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 。おっさんマジになるなよ、おっさんいい年してマジになるなよ。まあ、正行も結構いい年か。そういう俺も結構いい年か。今年26になります。来年27ですよ。1234ダッシュで突破して OK。 で松平か。なんか俺どさくさ投げて年齢言っちゃったな。どうでもいいかもしれないですけど、年齢言ってしまった。滅びないからね、忠勝君。勝頼、武田騎馬隊一応残ってるな。勝頼引け。ここは俺がやる。俺に任せろ。しんがりは俺が務める。覚悟はありますよ。丹波長秀らを撃破しろと。突破、ここ突っ込むの？あ、これ突っ込むの？鉄砲打ち込まれる。まあいい、行くぜ。熱い展開いきます。あえて馬に乗って突っ込みます。アムロ行きます。うわー、うわー、いけ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 、やばいやばいやばい、止められた、やばい。ちょ、あの人死ぬよ、もう一人の人死ぬ。うわ、死んじゃった。ちょっと急ごう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 。ちょっと止まると死ぬね、これ。止まるとやられますよ、絶対。一斉射撃に合う、止まると。止まらずに切り続ける、それが鉄砲攻略。よし、無双で一気に散らす。おい、戦意喪失なんだよ。そういう覚悟で戦場には来るなよ。おい、内気危ない。こいついいやつなんですよ。ナイキ危ない。鉄砲隊長を倒していけばなんとかな。こいつ覚醒してる武将ですね、丹波長秀。次の一手打とう。勝頼の体力回復、勝頼の体力回復。そして電気ゲージを発動させる。無双そろそろ放ちますか。そろそろ無双使っときますか。ちょっとここきつすぎるな。このさっさなりまさは俺は許せんぞ。オッケー。多分ねこれ馬で突っ込むとなんか針みたいなんで落馬させられるんだと思うんですよ。きついな。何人いるんだ武将これ。一人ずつ片付けていこう。また連騎ゲージ発動させて、おら連騎の無双でだいぶ楽にはなったんですけど、鉄砲隊がしきりに打ち込んでくる。ちょっと待って、突破できない。ほんと無謀すぎるでしょこれ。馬で突っ込んで突破するって武田騎馬軍団とか言ってましたけど、鉄砲隊。 OKOK って勝ったのか。いやほぼもうこれ負けに等しいですね。これも勝頼の体力を 50% の個以上残して勝利と。一応突破したんですけど完全なる敗北ですね。一応ゲーム上は勝利になってますけど、マジか。追撃、ああなるほど、追撃に1人行ったことにより追っ手を防ぐと、そういうことですか。うわーきっつ。めちゃくちゃ結構きつい戦いでしたね。クリアすることはできたんですけど敗北に等しい、そういう感じです。アイテム結構手に入りましたね。あ、まあそんなにいいの手に入ってないか。更新されたのが2つと、防御と不罰。いや、勝頼の顔をちょっと見に行こう。あいつ。そうだよ、お前のせいで死んだんだよ。ちょっとは自重してくれ。もはや一刻の猶予もありません。そうだ、引き上げよう。そんな私は何を。勝頼しっかりしろ。分かった、すまない正行。信綱、まあ兄貴は死んだでしょうね。忍びることが何より寛容。この正行必ずお守りいたします。必ずお守りいたします。ということで、撤退戦でしょうか、次の戦いは。設楽原で武田軍と織田、徳川連合軍が激突。織田の鉄砲攻撃の前に武田騎馬軍団は壊滅してしまう。数多くの武将が討ち死にしたと。兄も帰らぬ人となりましたと。それでも正行の戦いは終わっていなかった。勝頼を生きて、そうそう、撤退戦ですね、つまり。追いかけてきますよね当然織田は。三河と信濃の国境にあたる武節城かな、すまぬ正行。じゃあ勝頼護衛戦ですね。次回になるのかな。次回パートで、勝頼護衛戦やっていこうかなと思います。数多くの武将が行ってしまったんですけど、なんとしてもね勝頼を撤退させてこの第4章なんとか乗り切りたいなと思います。また次回、新キャラクター多分使えるといいんですが、まあキャラクターね、2人体制で、いきたいなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございます。